ビバン嘘でしょ。安倍広志、野崎も驚愕、視聴者を騙したキャラ、トップ3。別班だった堺雅人、野木越え、裏切り人物。9月17日に最終回を迎えても、まだに堺雅人、49、主演の連続ドラマ、ビバンと』TBSK。主人公野木、遊女の真の職業が第4話のラストまで視聴者に伏せられていたのを、 筆頭に、視聴者運転返しに翻弄された。美バントは、自衛隊の影の情報組織、別ンの一員である乃木遊女、坂井、を主人公に描かれる、半沢直樹、で演出を務めた TBS の福沢克夫氏が原作、監督なるドラマ。乃木は第4話終盤で正体を明かすまで、なぜか二重人格。 CIA の同級生がいるなど伏線は敷かれつつも、誤送金事件に巻き込まれたお人よしの商社マンとして描かれていましたよね。正体が視聴者に発覚した際はその衝撃。これまでと打って変わって冷酷に SNS は大変に盛り上がりましたが、本作は乃木に限らず多くの視聴者を欺いていたキャラが多かった。それが、 物語の面白さや考察合戦に拍車をかけていましたよね。テレビ市編集者イカど今回は、視聴者ま、ね、ビバントのキャラクターのトップ3に迫りたい。第3位偽相棒キャラだった山本公、坂田隆也、46。様々な以下、3位は野木が務める丸菱商事の同僚でありながら、 その正体が日本を狙っている疑惑のあるテロ組織、テントのモニター、工作員、だった山本公。